はい、皆さんこんにちは。今回ですね、日本全国のダイソーをやっていきたいと思います。まあ手軽にね、いいものが安く買えるダイソーなんですが、特定はしやすいんでしょうか。さあ見ていきましょう。はい、まずこちらのダイソーですね、これかな。はい、このダイソーがどこにあるかを、一歩もね動かずに特定していこうかなと思います。さあまずね、このポールトップと、この D 字のやつ、まあこれはね関東でよく見られるやつですね。はい、なので関東地方だとは思います。あとはそうですね、他に何か使えそうな情報がないか見ていきます。荒井町、なんとか駅って見えるけど読めないな、これ。なんとか谷駅ですねの近く。板垣、メガネの板垣か、それは関係ないね。太田南部って書いてあるね。太田って群馬県の太田市かな。太田新井店って書いてあるね。群馬県の太田市ってさ、ここに点あるか。太田市あるね。はい、ということで、太田市の太田新井町、これかありましたねの、まあ、ステーキ宮とかユニクロとか、の近くにあるっぽいですね。ロードアングル見ていきましょう。はい、まあ、ほぼ真横っていう感じかな。なので、まあ、ここら辺探してればありそうだけどね。こっちとか、荒井町だよね。あ、ユニクロあったよ。ここじゃない？ユニクロ、メガネの板垣あるね。メガネの板垣の前だから、はい、ここでいいと思います。うん、ダイソーはまあちょっとよくわかんないね。ダイソーはこっち側か。まあここら辺にあるのかな。まあちょっと見えないですが、はい、置いてきます。 OK。 はい、まあこれはね地名書いてあったんで、はい、簡単でしたね。さあ続いていってみましょう。はい、こちらのダイソーですね。渚モール辻堂。なるほど。辻堂は、神奈川県の、茅ヶ崎とか、そこら辺だった気がする。なので、辻堂。平塚とか、茅ヶ崎とかそこら辺だったよね。あった、これだ。はい。辻堂の、なぎさモール。なぎさモールってどこや？まあ、ロードアングルで見ていきますか。真横ですね。でもそんなに大きな道ではない。まあ、こういうところにあったら嬉しいなーっていう感じですかね。まあ、なんとかモールって言ってるからな。そんなに駅から遠くはなさそうだけど。どうだろうね。辻堂、駐車場。米田コーヒーと、これ、西側が大通りっぽいね。縦の大通りが西側にあるね。なので、まあ、こういう大通り？んだ、これ沿いじゃないかな。ここら辺とか。
違うか。あ、コメダドコーヒーあったよ。なぎさモール、辻堂店。あったー、ここだ。オッケー。はい、ということで、入り口よりちょっとこっち側かな。うん。はい、ここでいいと思います。置いてみます。オッケー、2メートル。はい、これはね、辻堂という地名を、知っていたので、はい。できましたね。はい、続いていってみましょう。さあ、このダイソーですね。はい。センダバッテリー。どこでしょうか。見えない。019。なるほど。019は青森ですね。青森、コーポロ、桜。ふふ。青森か。きついな。なんとか店、水沢って書いてるかな。水沢ね。オッケー。水沢って、どこだっけ。ん？待って。水沢ってさ、あれ？水沢ってさ、青森だっけ？あれ？待って、01789か。あ、待って、岩手じゃない？勘違いしてた。あれ？ちょっと待って、電話番号忘れちゃったな。青森、ん？ 789 だっけ？確か、青森017だよね。だから岩手じゃない？これ。水沢。水沢ってどこにある？いや、これ超ちっちゃい地名か？いや、だとしたらきついぞ。困ったな。他は？使えそうな情報は？ない。ないね。ここになんか見えるけど。盛岡って書いてあるね、これ。横手盛岡。やっぱそうだね。この辺だよね、だから。水沢店。まぁ、ちょっとね、多分、019は岩手だと思うので、岩手から、水沢という名のつくね、地名を見つけていこうかなと思います。お、待って、水沢あったよ。はい。水沢駅ありました。意外とすぐ見つかったね。水沢の、どこだこれ。まあ、ロードアングルは真横に斜めの大通りがあるって感じか。水沢で斜めの大通り。結構斜めか、これ。そうだね。ここが、角度が、まあ、だいたい60度ぐらい、か。そうですね。水沢。で、なんかいい道があれば、そこに置きたいんですか。ここどうだろう。こういうとこだよね、多分。なんか近くにないかな。ゲオがあるね。ゲオゲッサーやん、本当に。ダイソーとゲオ。で、あと、ツルハドラッグだね。オッケー。はい、ちょっとね。あ、ツルハドロックあるじゃん。やっぱここ？ゲオ。あ、やっぱそうだ。はい。あ、ダイソーあったね。うん。いやー、やっぱ、ここかなって思いました。うん、角度的に。オッケー。
ということで、ここら辺置いていきたいと思います。反対側に道があるんだけど、ん？道なんかなくない？ここにあんのかな道。これどういうこと？よくわかんない。こっちか。こっちだね。コインランドリーがここにあるから。そうだね。なので、ここの、ま、ここら辺か。はい。で、いいと思います。オッケー、4メートル。うん。はい、これもね、電話番号と、地名を頼りに探すことができました。さあ、4問目いってみましょう。はい。日産東京。はい、東京が確定しました。そして、ダイソーと。なるほど。松屋併設タイプ。いいね。さあ、これはどこなんでしょうか。地名が、青梅街道かな？でもこれ。うん、そうだね。新町。なるほど。042だね。042ということは、23区ではないですね。うん。で、青梅街道は、基本的に青梅市に繋がってるやつですよね。で、ここはどこなんだっていう話なんだけど、あ、青梅中央店って書いてある。なるほど。じゃあ本当に青梅か。はい。じゃあ青梅の青梅街道を見ればいいと。青梅街道はこれ？違うわ。これ高速だね。多分かなり大きな通りなので、すぐわかると思うんだけど、あった。はい、青梅街道これですね。で、近くになんかあるかな？松屋しかない？松屋とまあダイソーか。まあ、松屋とダイソーを、この通り沿いで探していくのがいいかな。マクドナルドとかないもんね。ちょっと角度見ていきましょうか。角度は、結構斜めだな。まあでも、青梅街道、この通り自体、角度がね、結構ついてるので、あんまり参考にならないな。どこだろう、これ。ここら辺っぽいけどね。ないかな。ないね。あ、松屋あった。松屋松の屋。ここだね。はい。保坂建設株式会社が、ここなので、ここかな。ここでいいと思います。はい、置いてきます。オッケー、8メートル。はい、これもね、見つけることができました。さあ、ラスト。はい、こちらです。さあ、これは、ありがたい。011なので、札幌かな？はい。札幌ということが確定だと思います。中央区って書いてありますね。はい、ということで、札幌の中央区。見ていきましょう。中央区。東区。中央区ってどこ？ま、ここら辺だと思うけどな。中央区だから。で、中央区南1の、わけわかんないね。南1の西 22？ ん？違うな。南13か。南13の西22。いやー、もうわけわかんないですね。
いやー、これ探すのかなりきついぞ。南17、西17っていう交差点ですね。いやー、デンタルクリニック伏見。伏見っていう地名なのかな。西17か。西17。いやー、もうわけわからん。北海道の地名わけわかんないね、本当に。西17、ここら辺にあるけど。ダイソーとか。これなんだろう、なんとかマートだね。まあ、ちょっとよくわかんないけど、角度としてはこんな感じ。ないか。あ、ダイソーあったよ。札幌伏見店。ここじゃない？意外と簡単に見つかった？うん、ここでいいんじゃないかな。良さそう。はい、置いていきます。OK、はい。ということで、25000点取ることができました。いやー、まあ結構ね、このマップ難しかったんですけども、まあ電話番号がね、結構書かれてたので、それがかなりヒントになりましたね。皆さんもぜひやってみてください。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。